乗れるからノースショアへ移動しました。車移動中可愛いワンちゃんと出会った。友達おすすめのジョバンニシュリンプトラック、辛くてすっごい美味しかったです。そして鶏がいっぱいいるハワイ。今回の滞在は人数が多いので海が目の前にある大きなお家をレンタルしました。とにかく大きいバケーションハウスです。リビングからホットタブ、2階にもリビングやトイレ、バスルームがたくさんあります。こんなに広くてどうするのっていう感じなんですけど、海にもすぐ行けるし、スペースは十分にあるし、楽しく過ごせそうではあります。今回はアメリカから来たお友達とも合流。ハワイの面白いところをいろいろ見つけられたらいいなと思います。